今日の聖書ってこんなに面白いはですねえっとあ,のある方が初めて作ってくださったんですけどもとってもいいんですねで短いですので非常に短いですので見ていただいてそれがすぐ聖書に入りたいと思います見ていただきたいと思いますあなたにぴったりの人人が一人でいるのがよくない私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう創世紀2章18節神が人間を創造された時 神はまず男を作られました。しかし、男が一人だけでいるのは良くないと言われ、その男にふさわしい助け手を作られたのです。それが、男のあばら漏れから作られた女なのです。神はその女を男のところに連れてこられました。すると男は、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉と言って、男はその父母を離れ、妻と結び合い、 二人は一体となり夫婦となりましたあなたが男性なら神があなたのために創造され用意された助けての女性がいますその女性はあなたにとってぴったりの心から愛する人ですあなたは女性なら神があなたに助けるように導かれている男性がいますその男性はあなたにぴったりの心から尊敬できる人ですイエスキリストはあなたを愛しておられます はいいありがとうございました、えー、ぴったりの人だと思っている人だから作れたんでしょうかね <laughs> ぜひあの皆さんですねあの拡散してほしいというふうに思いますそれではセッションに入っていきたいと思いますけれども今日はヨハネの20章のところですけれども復活したイエス様が弟子たちに何とかありましたがその時にですね、まあ、あの日曜日、ね、の夕方に会った時に語えた言葉ですね今日はここからですね まあ大きく分けて3つ、3つ目は2つに入りますけれども、それをお話したいと思いますけれども、19節から文字読みします。その日、すなわち週の初めの日、これ日曜日のことです。夕,夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあった。弟子たちはユダヤ人を恐れていました。ところが、その戸を通り抜けて、戸を開けてじゃなくて、戸を通り抜けて復活の体ですね。私たちもやがて復活の体をもらうときには、こういう体になります。戸を通り抜けて、イエスが来られ、 彼らの中に立って言われた平安があなた方にあるように。1つ目は、ね、平安があなた方にあるように。英語ではピースと言っていますが、言語ではシャロームですね。シャローム。で、ここにね、この後、えーっと、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。だから、復活の殻だったんだけど、手と脇腹にはそのこの釘の跡と刺された跡をあえてつけておられたんですね。そして弟子たちに 死を見て喜んだ。間違いなく私だよってことなんですね、弟子たちは師を見て喜んだんですが、このシャラームっていうのは、ですね、えっと、平安があるようにって訳されてますけど、皆さん平安って言葉を聞くと、私はですね、野球が好きだったので、今は違うので名前変わったんですけど、昔、私が幼い頃からずっとこう若い、成人ぐらいまではね、京都の代表は平安高校であったんです。これはね、仏教の高校なんですよね。平安って言葉を聞くと、すごい仏教的なものを感じるんですね。なんかこうピタッと来ないんですけども。 これはあの、まあ、平和があるように逆に平和もピタッと来ない。シャロームっていう言葉は本来何かというと、神が共にいるから安心ですよ、神が共にいるから大丈夫ですよっていう、そういうことなんです。イスラエルでは朝,朝は一応バトルゲっていうこと、ね、朝とか夕方に挨拶はあるんですけども、基本的にはもうシャロームで全部ケ、OK、ーなんです。朝も昼も夜も。一応寝るときの言葉もあるんですけども、でも全部シャロームでケ、OK、ーなんです。神が共にいますから大丈夫ですっていう言葉なんですね。 神と止まりますから大丈夫。シャロームってのは神が止めるから大丈夫ですでもちろん。例えば病気だったら神が止めれるからもちろん神は癒やしにしただから治してくださるから安心して大丈夫ってこともあるけど神が止めるから例えば病気であってもなんか特別な意味があって神様はそのことも全部仕組みしてくださるから大丈夫。治るから嬉しい治らないからだメだってなくて神が止めれば全然大丈夫ってことなんですよね。でこれはねあの分かりやすく言えば例えば秋元牧師が 息子さんがベニヤミン君が脳障害になったとき、おじさんに宣告されて帰ってきたときに、奥さんと10分ぐらい感謝をしたと。そして思った。ね、もちろんまあお父さんだから、まあ、お母さんからショックだってたんだけど、ショックはショックでしょうけど、でもこう思ったと。ね、神様がいらっしゃるから、この子は必ず栄えを荒らすと。癒されて栄えを荒らすか、このままの状態だけど栄子を荒らすか、どっちかだと思うとったの。これなんです、シャロームって神がいるから、治るから荒れりゃ治らなからだめだって言うんで、 きっと治って栄光を荒らすか治らなかったとしても神の栄光を荒らして必ずしくくになると神がいるから思えるでもちろんお父さんだから癒されるようになったら神様を癒していて癒されたけどあの癒されたからシャロームじゃなくて癒されてもそうじゃなくても神が共にいれば大丈夫なんですね私の母が私は小学4年生の時に結核になりました今は結核はまあ問題ないですけど、まあ、昔は結核というのは死の病と言われたんですけども1年間 病院で入院しました隔離病院に入院して、ね、私は父とその頃ねうちの家族はね最も血色力があってあったかったんですね、まあ、あのもちろんその後年取ってよくなりますよわかるような話ねであの父は週にしては私を連れて、えっと、お祝いに行きましたし多い時は週に3度連れて行きましたで母は病気だったんですけど神ともにだからですねもう全然平安だったんですねでお医者さんがですね お医者さんが悩んでる人とか暗い人がいたら木原さんのところに行きなさいってお医者さんが指定して木原さんのうちの母のところに連れて行ってでお母さんが慰め役をする <laughs> 神様の話をするでで病棟ではね伝道者と言われたんですね何人か救われましたねでそれはえっと病気であるから悲しい病気でないからいい子じゃなくて神ともにいるシャロームなんですでこのあとねエスサ使わすんですけども神ともにいるシャロームを知ってるかどうかって大きいんですよ 神にともにいるから平安なんですね。これはぜひ知っておく必要なんですね。クリスチャンの醍醐味は神ともにいるということなんです、ね。これに勝る祝福はないあの。モースも言ってますけどね、神ともにいる。これが最高なんですね。で、あ,あなたを本当に愛している人あ、あなたがとても愛している人、いるだけで嬉しいでしょう。時々教会にです、ね、神様に会いに来なきゃいけないのにです、ね、神様じゃない別の人を会いに来る人がいるわけです。<laughs> これはあの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 良いことではないんですけど、でその人がいなかったらこう急に何かあれして、いたらほっとするっていうね、その人がいたら安心するわけですね、それはその人のことを、まあ、好きだったり、好意を持っている場合ですね、あなたを本当にうちだけ大してくださった人がいて、その人が共にいるときに、もう大丈夫なんです。神共にいる、これシャローンなんですね。神は絶対私を見捨てません。そこで、平安があるように、シャローン私が共にいるから大丈夫だよって、そして2つ目ね、21節。 イエスさんもう一度彼らに言われた平安があなた方にあるようにシャローン。父が私を使わせたように私もあなた方を使わせます。父なる神様、エス様を地上に使わせたように私もあなた方を使わせますよ。使わせますよって時にもちろん全世界に使わせるんですけれどもあなたの家族に使わせるかもしれない。あなたの今いる職場に使わせるかもしれない。あるいはあの隣のおじさんかもしれない。地球の裏側かもしれない。遠いところだからいい近くだからだめって言うんじゃないですね。 で別にこれは牧師で宣教しないという意味でもありません。神が置かれる場所があって、そこに神が使わせてくださって、使わされる場合には何があるかと,とね、使命と目的があるんです。どの人にも、どの命にも、神様がその命を与えた使命と目的があるんです。あなたが置かれている学校、職場、家庭、そこに神が置いてくださった、あなたの使命とやも目的、役割があるんです。 主にはなりませんこの使命に生きると人は輝けるしこの目的が分かってそこに生きると人は喜べる主があなたを使わせるわ言うとおげさだけ、まあ、使わすそのあなたの置かれてる場所に置かれたってそれを自覚して神様の使命を知ってる人は生き生き生きるあの、ね、で川さんです、ね、ただねこの,この使わされたことに生きるためにはね 精霊の力がいるんです神の使命とか神の目的とのは肉ではできないんですね。私の肉ってのは罪人で、ね、あの悲しいけど自分の欲のためには、ね、頑張るんですけどね神の使命のためにはなかなかね一時いいんですけどずっと保って、ね、やり続けることは無理なんですねだから次があるんです3つ目ね3つ目は2つ分かりますけどこう言われると彼らに息を吹っかけてこれは象徴的な声で息気を吹かけて聖霊を受けなさいって言われたんです。 ただ、聖霊を受ける、聖霊に受けるまあこのは、この場合は、まだ聖霊を受けてないから、本当に聖霊を受けることが必要だと、私も聖霊を受けてますからね、ただ、聖霊を受けなさいってのは、S さんを信じて聖霊をいただくだけじゃなくて、その聖霊に満たされなさい、聖霊に満たされると、神の趣味や目的をする力がくるんですね。だから聖霊様はどうしても必要なんです。ところがね、聖霊に満たされるときにね、ポイントがあるんですよ。 サタンは知っててまし満たされるるにすすんです次はね、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪を許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残りますこれすごいこと書いてるんですね。私が例えば誰かを、えー、と許す、えーと、具体的に言うとややこしくなるから、<laughs> あ、板谷君にしましょう、今日歌ってくからね、ね伊谷君はね、あのー、今日の「特別サミット」はとっても素敵でした。 でもね例えばあの変な歌を歌ったとすると <laughs>、ねね、この野郎と思ったとする、ね、で私がねとんでもないやつだなと思って怒り狂ってる限り伊太く君は裁かれる <laughs> 私が「まあいい許してあげよう」って言ったら伊太郎君は許されちゃうその人が許されることの権威が私になるってことですよねすごいこと言ってるのこれ人には人を許す権威が与えられたってことなのこれどうしてかただしこれ前提があって「イエス様が私を許してくださってその許しを受け取った人は」 許す権利がある、言い換えると許すことができますよってことなんですよ。わかります ?S 様が私を許してくださったことを本当に知って許されていることを知っているなら、あなたは許すことができますよって。許すなら、精霊に満たされちゃうんです。許さないでいると、精霊に満たされないんです。サタンはそれを知っているから、許せないことがいっぱい起こってくるんです。あいっぱいなんて言っちゃう、信号になんか言いたくない。<laughs> <laughs> 時々怒ってくるんですたまに怒ってくるんですポツンと怒ってくるんです <laughs> ある人はいっぱい怒るかもしれませんでもいっぱい怒って否定的にならないですごい精霊満たしたいんです神様が大きな働きを任したいんですどうしてかってね許さないとね許さないと許せる権限があるの許さないと許さないって言った以上私も神様は許してくださってるのに 許しを受け取れなくなるんです。許しを受け取ってないと、聖霊様折れないのです。満たせないのです。これ、すごく大事なことなんですねで。私は許せるんです。夫を許せるんです。夫、妻を許せるんです。つまらんなんて言わないでください。お父さん、お母さん、許せるんです。息子も娘も許せるんです。じいちゃん、ばあちゃん、許せるんです。 当たり前じゃないかと思っている人、あなたは幸せです。たくさんの人が、本来一番愛を受けるべき家族の中で傷んで苦しんでいる。そこで傷ついている。イエス様の愛を知ったら、許せるんです。許さなきゃいけなくて、許せちゃうんです。騙されなくゃサタンに。本当に十字架の愛を知って、許されたら、許せるんです。 そしてね、許したときに、性で満たされるんです。そうするとね、あなたの人生に神が持っておられる使命、役割を果たす力が来るんです。それはあなたにとってすごい祝福なんです。周りまで祝福するんです。弟子たちは弱い、本当に情熱はあったけど、情熱はできなかった。スタコラスと逃げていった。こ逃げた後ですよ。一番大事な時に。裸に逃げた方がね。 三度も裏切って乗りをかけたペテロン、他の弟子だって一緒ですよ、その弟子たちに、イエス様は、シャローン、それでも私は共にいるよって、さあ、行きなさい、安心して行きなさい、私が行くところに、私が共にいてを、使命を全うさせてあげるから、でもそのためにはね、って、精霊が必要なんだよって、許せるから、許したら、その精霊満たされていくよってこと言われたんですね。と、氷点分じゃないと思ったら、やっぱり氷点分でした。 先ほどエリコ牧師がコリテン分でょっとちゃんと見せてくれました <laughs>。とコリテン分ってどこの人だったっけ、えっと、ポーランドだったっけランポーランだったっけ何人だったかなえっとなんですけども、ユダヤ人をかくまったんです。私、最初ユダヤ人だったので彼,彼女自身はユダヤじゃないけど、ドイツが激しく、ナチスが激しく攻めてきた時えっとき、ポーランドだったかなとにかくかくまったん家族みんなクリスチャンだったその結果、彼らも捕まったの。使用に入られたり、殺されたりしたんですけど、 まあ、彼女があの家で隠れてた、その時にドイツのナチスがやってきて、家族を恥ずかしめた、お姉さんを恥ずかしめられましたそして、そして捕まえて、ある人は殺して捕まえて、みんな収容所に入れたで、ほとんど全員家族収容所で死んだ、あるいはその時恥ずかしめられて殺された、ところが彼女だけは生き残るんです、奇跡的にあの、自分的な間違いで。 あ名前呼ばれて使用所にいられると思って釈放されちゃったんです。でさあ後で分かった事務的な間違いだった。神の特別な助けだったでで。彼女はクリスチャンでお父さんがムクリスチャン、みんな過度クリスチャンだったんでで。彼女はその後伝道者になって、世界中に許しの福音を語りに行くんですよ。許しの福音を。まあ、福音って許しだからね。世界中に行くで,でも彼女が決して行かなかった国が一つあるんです。ドイツです。ドイツだけは行かなかった。どこ何度も流れても。 でもある時、またいつものドイツの招待を受け跳ねようと思ったら、聖霊が言ったら、開けて読みなさいって。だから彼女は開けて読んだ。そしたら、行きなさいって言われたんです、霊に。聖霊らしいですね。彼女、分かりましたって、行くんですよ、偉いなと思うで行って、2000人ぐらいのところで話した、もんそしたら、本当にみんな、優勝者っきりしたら、みんなボロボロ泣いて,てですねで、ドイツの人たちがもう泣きながらね、悔いを改めて、そしてこうアクションを求めてきたんですね。 で彼女もよかったなと思ったんですけど、そしたらぱって見たら、一番上の席から一人の老,兵が老人が近づいてきたんだけど、その瞬間分かった、あの時姉を恥ずかしめた兵隊だって、その瞬間彼女は凍りつくんです、そして怒りがぶわーっとこみ上げてくるんです、今、許しのメッセージをしたのに、でみんな感動してるのに、おい、必死に乗るんです、神様、助けてくださいって、私、優勝したけど。 許さないってこう祈る必死についにその老兵が目の前に来てみんなバーって来てね握手を求めで手を差し伸ばしたけど彼女は凍りついて手が差し出せないんですもう,もう今までこうやってたんだけどもうだめなの神様って言うとね神様はねさあ手を差し出せないって言うんですってでもね凍りついたよう効率的な気持ちでねもうねもうかんかか凍りついたような気持ちでこう手を、ね、差し伸ばして相手がねそれをぐっと握るんですって相手がね相手のふうに分かってないんですね隠れてたから彼女はね その瞬間ですよ電流がこの肩から腕にかけて走ったのにぶわーっと電流が走って相手まで分かったんじゃないかと思うぐらい激しく電流が走って体中が熱くなって涙が溢れてきて精霊満たされちゃうんですそして許しただけじゃなくてその人の愛がぶわーっとこみ上げてくるんですって体験した人は分かりますこれは体験した人は分かります誰でも体験できます あなたの人生にも神に従っていくなら許せないことが許されてくるでもそこであなたが聖霊の助けを借りて許していくとあなたはもっと大きな聖霊の満出しを受けてもっと大きな祝福に入っていけるんですクリスチャンは許された人だけど許す人なんですなんで白街のところでリバイブが起こるか知ってますか中国でリバイブが起こってるか 歴史を見たら、ハウガイの時きに、虐害が起こってるの。ハウガイの中でどんどん儀式を進むの。どうして変わりますかハウガイは相手が、まあ、殉、ま、教、あ、はいいんですね、殺されちゃうから。ハウガイが嫌なのはね、あの日本の特にハウガイはね、最初は良、ね、かったんですね、殺しちゃうから。何が終わったか、一派で死ぬから。途中から、もうのすごいサタン的なんです。殺さない。もう苦しめて、苦しめて、苦しめて、殺さないで、転ばせることを目的にするんです。サタン的です。ああ読んでると苦しいですね、こっちまでね。ね とてもじゃないけども苦しいし家族がそんな目になったらもう嫌でしょところがそれをクリスチャンは許していく。許していくから精霊が働いてハウガイした人が救われて爆発的に救き起こってくるんです。歴史をひもとくときに分かる。キリスト教はハウガイの中で進んできた。だから殉教者はリバイイブの種と言われてる。ハウガイの中で進んできた。なぜかハウガイの時にクリスチャンたちが 許しながら死んでいったり、どんなに迫害されても許し続けたからです。その中で迫害している人がどんどん救われていくんですよ。そして爆発が起こったんです。ね私たちには許す力が与えられているんです。許せないなんて言い続けないこと。小売店分は許せなかったんですよ。凍りついて、怒りがきて、神様に差しんだ。それでも手が出せなかった最初。でも、主が手を出しなさいって言って、手を出したら、 聖霊が働いた。相手の手が自分の手に触れた瞬間、これは頑張ってやったんじゃありません。恵みです。恵みです。来たんですね。あちょっとだけ時間があるからもう一つね、私が大好きな長弓牧師も引退されました。ね、ソウル神学教会の世界最大の教会のプロデスの牧師。彼はあの当時はね何十万とル、三十万ぐらいというかなありませんけど、それぐらいの時に。 えっと、お母さんがね、日本が大好きなんです。最終日僕、奥さんのお母さんね。そして大阪に来てたから大阪弁なんですよね,俺ね。ものすごい面白い人なんですけど、ハレリおばさんって、ね、断,食断食ばっかりする人ね。そして一生懸命勝負しね、日本に行って、日本に行ってって言うけどね、絶対来ないんです。日本はお母さんに任せます。僕は日本に行きませんって。彼は戦争体験者だから、日本だけは行きたくなかった。そしたらあると精霊様に日本に行けって言われるんですよね。お母さんの祈りがち。で、日本に来るんです。で 大きいところでやる前に、日本の指導者ね、巡職員だからペントコーでしたけど、指導者にね、数百人、300人やったかな、ちょっと正確に忘れましたけど、間違ってごめんなさい、300人ぐらいだったと思います。もうちょっと少ないかな。指導者たちの前に彼は最初話すんですね。講談に座ってるんですね。面白いですね。なんかもうなんともな気持ちが湧き上がってきたんでね、彼は決めたの。スイカだ、スイカ。なぜかスイカ、あ、スイカですよね。私の好きなスイカ。スイカだ、スイカ、スイカって思ったんで、一生懸命。これはスイカだって日本のことはね、スイカだと思ってね。 話せ、しかた、せか、せか。ね、私が好きなんですけどね。で、これ、だってね、こうやって話をしようと思うとね。一番最初にできた言葉、世界最大の教会の牧師がね。日本人の指導者を前にして、一番最初にね。講談ですよ、言った言葉。私はあなた方は許せないって言ったんですよね。本当に辛かったと思いますよね。そしたら、日本人、僕たちがね、みんなね、一斉泣き出してね。悔い改めに並ぶんですよね。 そしてね、そして、ね、彼がね、一人一人握手するんです。その時はね、今度逆にね、ぶわーっと愛情込みられてきてね。それから彼は日本のために自分の教会の人々をわだわだ連れてきてお金と時間をかけて日本のために選挙をし続けるんです。残念ながら日本人はあんまり受け入れませんでしたもしアメリカだったら全く違った態度をとったと思います。とてもも心が痛まます。でもやり続けました。 私はその彼のメッセージで日本のリバイバルに対するメッシュを受けたんです。ね、のこの前テレビに見されたペトロ一牧師はその方の説教テープを聞いてこたつで寝転びながらみかんとお餅を食べている時にそのテープを聞いてたら突然性にのまれていきなり座り込んで悔やためてお母さんに強いことをしたことを必死に悔やためてそして救われちゃってそして神様に捕らえられたんですね。 そういう人いっぱいいるんですね,ね。私たち許せないことってあるんです。クリスチャンでも人間だから、感情があるから、当たり前です。あなたは許せなかったから誰も責めませんし、怒れません。でも、政令はやれます。あなたに許せるって。私たちがそこで、本当に、あのね、チョ,ブョね、ボクシは日本に来たでしょ。広大に立ったでしょ。彼女に行くはそう言ったけど、立ったからあとは政令が助けてくださって許しちゃった。コーリテンもドイツに行ったでしょ。 言ったから、その人にまさか会うなんて思ってなかった、会ってもうか、体も凍りついて、心も凍りついたんだけど、必死に叫んだ時に、許せたんじゃなくて、手だけ差し伸ばしたんだ、言われたから。そ相手が手を握った瞬間、精霊が、ガーっと彼女を取られたんです。私たちがね、主に一歩従っていくとね、精霊がね、助けてくださるんです。で許せるとね、本当に私たちはね愛にあふれるし、神の技を見るんです。 あの私の妻の話も知ってますよね、何度も話しました、大学時代、もう許せなくてね、新宿劇で2時間ぐらい苦しんで、土曜日だったから日曜日、教会行って、一番後ろで、誰も近くに来るなって、呪いが映ると思ったって言うんですね、<laughs> よほど憎んでたんって許せなかったんですよね、ね若いまだ、まだ若かりしこのですよね、ほいで主の祈りを、生まれて初めて主の祈りを本気で寄った、いつも呪文のように寄ってたのに、本気で救ってくださいって言ったら、新井先生が説教中、いきなりですね、あなたは今、裏切られた、 裏切られて悲しんでるでしょうかね,っっねびっくりしたって自分のことだと思ってねクリあそして顔を上げたらその瞬間、まあ、もう大きく湧いてらね自,自分の指差して見えたんですねそしね言ったんですよねでももっと大きな裏切りを受けてあなたの前を歩いてる人がいるってその方がイエス・キーストだって言われた瞬間涙があの、まあ、妻の言ったと思いすよあの縁日で買うハッカーメガを食べた時のようにスーッとこう憎しみとか怒りが消えて ぶわー体調が溢れてきてそ,そ,のその女の子ですねその子をねもう早く会いたいその子に早く会ってその子を抱きしめてあげたいって思ったんですってで実際月曜日の日にそうやって本当にするんですよねで,でその時に彼女はこれは何かあるこれは自分じゃないすごいって言ってびっくりしたんですよねこれ精霊ですいや十字架の力って、ね、いつも私言います十字架解決的な問題はないないんです 十字架で解決できない問題なんてないんです全必ず地上の問題は十字架で解決できるんですでも一つ鍵があって許す時にその十字架の力は流れてくるんですサタンはそれ知ってるから許せないことを起こすんですけどでもあえて主がそれを許されるのは許せるから大丈夫私の肉はあなたも私も無理です でも、聖霊がおられるから、イエス様がいらっしゃるから、このイエス様を助けをいただいて一歩踏み出すと、あとは聖霊が神様が助けてくださって許せる。許した時に、私たちは愛が溢れてくる。これ、アガペの愛です。私の肉愛じゃありません。そしてその時神の痕が起こり始める。人が救われたり、癒されたり、奇跡が起こってくる、その時に。でね、きね、ここ説教すぎ、全くなかった。はっきり示されたんですよ。ここ。シャローン。 神がいるから部屋なんですよって。状況はどうだって言わて、神がいるから部屋なんですよ。大丈夫だよって。そして私は使わせてますよって。一人一人、どの人も必ず使命と役割がありますよって。年齢関係ありません。性別関係ありません。今日はあれだけど国籍関係ありません。がんたね、1日にはすごかったね。アフリカの人も中国の人も、ね、だからフィリピンの人もハーフの人も来ましたね, <laughs> ね,ね。国籍も関係ありません。立場も関係ありません。神様があなたを置かれた。 そこに神様をあなたを使かしてそこであなたに対して使命と役割があるそれが終わったらおしまいじゃなくてまた次の使命と役割があるそれはあなたにっおもりにならない喜びになるそのためにはどうしても精霊を助ける人だけどその精霊は許すたびごとに溢れてきて増し加わっていくんですそれをねどうぞあの覚えててほしいというふうには思います今日はね神様そのことを導かれましたここまでにしておきたいと思いますけれども えっと、もし今、許せない人がいるなら、えっとね、それはす晴らしいチャンスです。神に乗ってください。自分にはできません。助けてください。どうすればいいんでしょうかって。その促しに一歩従えば、あとは精霊が助けてくれます。許せない人がいるでしょう。別に誰かを許さなくならなくていいです。<laughs> 感謝しましょう。恵みですね。でも神に従っていってください。神に従っていくとね、許せないことが起こっちゃうんですよ。サタンがいるから、本当に。当あの人じゃなくてサタンがいるから。 サタンがいろんな人を使ってね。やってくるんですよ。それはね、あのべっこうのチャンスです。もっと神には愛に満たされ、神の業を見られるでっこうのチャンスです。それをね、ぜひ応えて欲しいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。主様復活して、主様は弟子たちにシャローン平安があなた方にあるように私がいるから大丈夫だよとおっしゃいました。そして使わします。とおっしゃって。 実際、弟子は使わされてきましたが、私たちにもあなたは使わせてくださいます。聖霊を受けて、神様に許されたので、十字架で許されたので、本当に神様の恵みの中で許しながら、聖霊に満たされて、その使命と目的を果たしていくことができるように、共にいる神と共にその恵みを受けることができるように、どどみついていってください。お祈りをしたいと思います。罪があるとお祈りは行かれませんので、まず悔やで申しましょう。 主は言われました何をしてほしいのですか今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってくださいその願いと求めを通して主は答えてくださいます。天の様、イエスキリストの名によって祈ります一人一人の心の叫び願いと求めに応えて癒しを与え解放を与え解決を与え勝利を与えてくださいイエスキリストの名によってうつ病よ完全に癒されよ の霊その人の力出できゅ恐れ恐れのれ恐れその人の力でできゅっまったきゃいを恐れをしめ出す恐れをその人の力され関節の痛み、ひだやひじ、それから背中や腰、股関節そこに触れてくださり、どうでしたか、まっすぐに立てるように、歩けるように、手が上がるように、 腰を曲げれるように、それぞれの完全に癒してください。イエス様になって、体にある痛みを消えてなくなれ。癒されよ。股関節完全に癒されよ。脳梗塞の後遺症イエス様って目める。消えてなくなれ。胸の圧迫、イエス様って目める。圧迫をもたらしている足力をイエス様って目める。その人の胸の内から、今、今消えてなくなれ。今消えてなくなれ。 キリスト何を命じるがんを消してください。喉にあるがん、胸にあるがん、子宮にあるがん、肝臓にあるがん、体中にあるがんを完全に消してください。性の火で焼き尽くし、完全に取り除くください。がんをイエス様って命じる。消えてんなくなれ。ポリープポリープ種を消えてんなくなれ。キリスト様スは何をって完全に。 消えてなくなれ癒されよ今あなたは大事なターニングポイントに立っていますあなたも実はそれを知っています次何を選ぶかはあなたの人生の,この後を決めていくでしょう私を選んでいきなさいそれはあなたにとって喜びとなり祝福となります人を見る必要はありません私があなたを導いている命じていることがあるあなたにはそれは分かります それに従ってきなさい。それは永遠に価値あることです。そしてそれはあなたにとって大きな身を結びます。あなたのために天で祈っている者がいる。そしてあなたのために世界で祈っている人がいる。その祈りの答えとして私はあなたを力強く生かして用いていこうとしられます。皆様ありがとうございます。感謝します。 様お名前によってお取りいたします。アメンどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。 こいねがあくば主イエス・キリストの恵み、死なる神の愛、聖霊の親しきジャーリが、私たち一人一人とともに、一度とともに、今も後もとこしらまでも豊かに、限りなくありますように。あ <music> メン。どうぞおさえください。それではお知らせをお願いいたします。